こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ちょっと始める前にですね、レベル80になって、クエストで80に一気に上げてもらったんですよね。それで、クエストのやった後に、装備も安く、ここの中のゲーム通貨で5万で買えたんですよ。一つずつですね。それがですね、恐ろしくダサいんですよ。これです。どう思いますか、これ。僕はもう、恐ろしくダサいと思ったんです。いや、いただいたのは嬉しいんですよ。しかも、強いですけど、ちょっと恥ずかしいんですけど、この格好。早くレベル上げて、ちょっと変えたいんですよね。じゃあ、やっていきます。あ、竜になったんだ、セシリーが。あ、隊長。ガラダがね、今日調子がいいから、これから来るんだって。お父さんだね。私がわかるのだろうか。そうだな、その方がいい。我らが竜、精霊竜セシリーよ。真なる鬼と共に。精霊竜セシリー。じゃあ前も名前があったから。守りたまえ。誰かがその竜になったってことなんですかね。前は違う名前でしたからね。隊長。これをあなたに。セシリーから預かったものだ。レスタニアの勇者たちよ、本当に世話になった。感謝の言葉が見つからない。レスタニアとフィンダムの交流に関しては我々の意見もまとまっているとは言い難い。加えて白竜、そして神殿との協議も必要になろう。しかし、あなたたちの来訪はいつでも歓迎しよう。ありがとうございます。あ、シーズン2終わったんだ。そっか。ここでシーズン2が終わるんですね。ハッピーエンドになってないんですよね、ずっと。例えばセシリーが元に戻ったりとか、ミシアルって巫女さん落ちて亡くなったようになって、例えばイリス、僕この子がリズが生まれ変わりだとずっと思ってたんですけど、ハッピーにならないんですよね、話が。あとレオ、僕は黒騎士が実はレオじゃないかってずっと疑ってたんですよね。なんていうんですかね、過去と未来っていうか、よく物語の中でありますよ。過去の自分と戦うとか、未来の自分と戦うとか。終わっちゃったか。
じゃあシーズン3に行きますね。なんかアップデートで今度 3.2 になるんですかね。そのためにあのレベル、今まで低かった人のレベルを一気に80まで上げるみたいなんですよね。でも、まあ、早くシーズン3来てってことでしょうね。レベル上げて、僕は1からやってましたから、まあまあ楽しめました。ちょっと戦い方がどうかなと思う部分もありますけど、このシステムで言ったら白龍の代わり、どう考えても主人公の僕ですよね。ああ、本当にもうキャストまで出ちゃった。なるほど。面白かったです。おお。この格好どうにかしてくんないかな。あ、ミシェル。各社よ、白龍の各社よ、頼もしくなりましたね。精霊龍の継承、大変にご苦労様でした。精霊龍は竜としての断りを取り戻したことで、レスタニアの危機は回避されました。しかし白龍がまだ回復の途上にあることを思うと、油断は禁物です。世界は五大竜と呼ばれる竜たちによって守られています。あと3体いるんだ。精霊竜、そして黒竜。あれ、五大竜じゃないの。黒き竜の闇でうごめく死惑の断片にあなたも触れたはずです。黒騎士のこと。残りの二竜もほどなくあなたを知ることになるでしょう。そうなんだ。レスタニアの本当の危機はこれからです。やっぱ亡くなってたんだ。強くなりなさい。そう、レオのように。わかりました。亡くなってたんだね。じゃあ、まあ、もっといい、かっこいい装備を私にください。交わることを禁じられた大陸が、異なる竜の大陸が、レスタニアで交差した。竜たちですら気づいていなかったが、世界はその瞬間、断りという鋳型から取り出されたのだ。はて、それは一体誰の仕業だろうか。何を望んだ結果なのだろうか。時にレスタニア歴324年、
竜の断りを解く物語は動き出した。まだ息がある。おいおいおい、セシリーはどこだ？何も思い出せないんです。大丈夫、焦らない焦らない。お前から大きな力を感じる。見たところお前の闇は深そうだ。教えてください、黒騎士に追われている理由。この焼けるような使命感の正体は。見つけたぞ。この恩は一生忘れない。セシリー逃げて。所詮定めにはあらない。後の世はお前に託そう。一方通行のこのゲート、私の力で必ず開きます。真なる木が腐るってのは、竜が病気になるようなものか。精霊竜ヴィルミアです。いや、様子がおかしい。腐った真なる木と共に皆朽ち果ててしまえ。大地、竜、人の未来はお前に託された。私にできるでしょうか。できるとも。ヴィルミア、全部もらいに来たよ。竜になる前に出会えてよかった。これからシーズン3になるんですかね。今回はここまでにしたいと思います。次回はこの続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。